10月11日1日の取引会でした。日経平均株価は、金曜日ですね、週末に比べて449円と26銭高い 28,498 円20銭でした。日経平均株価3日続伸ということになります。トピックスは先週末に比べ 34.73 ポイント高の 1996.58 でした。両方の指数とも上昇で終えています。東証一部全体の 84% に当たる1834銘柄が上昇、下落したのは全体の 13%、 295銘柄ということで、買い物優勢というのが東京市場東証一部の動きでした。新興市場マザーズ指数が 17.78 ポイント 1.6% の上昇、日経ジャスダック平均が28円と56銭高 0.7% の上昇ということで、新興市場も両指数とも上昇しました。日経平均冷やしチャートです。日経平均は木金となんとなく下げ止まって、さあ今週どうなるかといったところだったんですが、大きな陽線をつけて買われています。449円高というのは 1.6% の上昇でした。これまでマーケットのネガティブ要因とされていたところでは、中国の電力需給、電力不足の問題ですね、こちら石炭の輸入を増やすなどで、当面中国経済が大きく勢いをそがれるほどの電力不足は回避できそうだと、そうした見方が週末から台頭しました。このあたりもなんとなく東京市場の安心感につながったのかもしれません。また東京株式市場に直接影響があるところでは、金融所得への課税強化ですね、岸田さんが言っているやつですけども、岸田さんが週末のテレビ番組でいきなり触ったり当面触ることは考えていないというような発言をしています。このあたりから、しばらくはそうした抜本的な増税というものは回避されそうだと、そうした思惑もあるようです。今日の東証一部は日経平均が449円高で引けています。こうした中で、今日買われていたところが金融セクターであります。8750保険会社第一生命ですね、今日は65円高 2.6% の上昇でした。アメリカでじわじわと長期金利が上昇していまして、この週末には 1.6% 台に到達しています。長期金利が上昇するということで、銀行ですとか保険会社といったところは、利ざや金融業にとっては追い風と、そうした見方があるようで、第一生命は今日は 2.6% の上昇でした。また国内の小売卸売あたりですね、例えば7532パンパシフィックホールディングス、ドンキホーテなどを運営している会社ですが、9月の月次の業績がそれなりに良かったということで、安心感から今日は資金を集めたようです。90円高 3.7% の上昇でありました。非常事態宣言などで、9月それなりの影響が心配されていたところではありますが、思ったほど落ち込んでないということが今日は買い材料になったようです。今日の東京市場日経平均株価は3日続伸で引けています。それなりに強い動きを示した収縮と言えそうです。以上、大引けの模様を東証アローからお伝えしました。